アリクブ家は、モンゴル帝国の第五代皇帝。漢文資料では、アリフータ、ペルシア語資料では、と書かれる。書籍によっては、アリクブ家とも表記される。トルイとそのヒソル国タにべきの間の四男。モンケ、クビライ、フレグの弟にあたる。罰シとして、本拠地を守る人につくことが多かったため、戦場経験は乏しかった。 1259年に第四代カーンであった、長兄の門家が死去すると、1260年5月に、カラコルムで行われたクリル隊によりその後継者として、カーンに即位するが、三家の南西軍を解体せずに保持していた時系のクビライも同じく、カーンを称し、両者の間で争いが始まった。この争いでは、没落したオゴデイ家から独力で大勢力を、 構築したカイルや、その参加で同盟を組むチャガタイ家のオルガナを味方に、つけたアリクブケが当初は優位であったが、旧近町地下の寒地を抑え、下北の高地帯の豊かな物資を背景に北進するクビライの反抗と、基金による自軍の壊滅など、不運も重なり、1264年に降伏した。クビライの弟ということで、一命は助けられたが、その2年後に病死した。しかし、 アリクブ家の子孫であるイエス・デルが1388年に、クビライの子孫トグステムルを殺害して、カーンイを奪うことで、100年目の復讐を果たしている。また、フレグの建てた、イルハン朝において、アリクブ家の次男メリクテムルの彦のあるパケウンが、君主位についたことがある。ありがとうございます。